い、どうも、ですね、僕は今、ココヘッドガンシューティング、ガンシューティングだって、に来ています。今日はですね、いつもと違ったハワイの楽しみ方をね、しようと思って、今日はね、このライフルとかね、いろいろこうありますけども、銃をぶっ放したいと思います。ハンドガンもやりたいな。僕はですね、銃マニアで、中学校の頃からね、結構モデルガンとかがね、好きでですね、やはりこの本物を撃ちたいと、海外行ったらなるべくですね、こういうガンシューティングを楽しみたいということでですね、来ることが結構あります。ワイキキ内と違ってこちらに来るとですね、本当にちゃんとしたね、口径の大きい弾で楽しめるんで、ワイキキのガンシューティングのところはね、結構弾がね、観光用にこうちっちゃい弾を使ってたりするんですよね、安いね。それでいて、値段が高いと、料金が高いというふうになっているので、こちらの方来てね、やる機会があったら、やってみるといいと思います。ワイキキよりも全然安いんでおすすめです。では、やはり遠くに設置することにしました。どっちが分かんないね、でも。スーベニア。スーベニア、Thank you。お土産もらっちゃいました。So now we want only inner circle. This no good. We want right here. Okay.シューティングの後のスイーツは最高。やっぱりですね、やっぱあれだね、銃はいいね。何がいいって、この緊張感、やっぱ危ないものを扱っているという緊張感、やっぱり人間生きている上で、この何て言うかな、生きているっていう感覚をこう味わうためには、危ないものをねするっていうのは大事かなと。ジェットコースターに乗る感覚と似てるんだよね、なんかね。あと俺バイクにも乗るけど、バイクに乗る感覚っていうのも似てるというかさ、人生やっぱり刺激がやっぱ大事かなっていうか、はい、銃なんか特に本当に一歩間違ったら本当大事故になるから、そういう面で責任感とかね、はい、そういう命の危険があるんだぞっていうところに乗るっていうのは大事かなと思います。だから本当に車なんて人を殺せるね、引いたら殺しちゃう道具なんだけど、みんな日常でなんとなく忘れちゃってて、むちゃくちゃな運転して、だからね、そういうところでしっかりちゃんとこう考えるっていうのって大事かなと思うんだよね。いやー、しかし今度はショットガンが楽しみです。
やっぱこれがさすが銃社会アメリカってとこですな。はい。最高。最高です。やっぱこのね、この緊張感がね、やっぱね、大変ですな。